木澤直文は、千葉県船橋市出身のプロ野球選手。右投右打ち。東京ヤクルトスワローズ所属。小学校2年生の時に、友達から誘われて、野球を始める。それまではサッカーが好きだった。小学校6年生の時に、千葉ロッテジュニアに選ばれ藤平昇進とチームメイトだった。小学校卒業時には身長は176センチメートルだった。慶應義塾高校では甲子園出場経験はなく、3年春の県大会で右肘靭帯を損傷し、同年の夏の神奈川県大会決勝では痛み止めを打ち登板していた。慶應義塾大学時代は2年春に公式戦初登板を果たし、通算成績は23試合登板、7勝2敗、防御率 2.98。3年秋には明治神宮野球大会に出場している。投球技術の勉強のため積極的にオンラインサロンに出席したり、全体練習が終わった後は、都内のトレーニングジムにも通っていた。2020年10月26日に行われたプロ野球ドラフト会議において、ヤクルトスワローズから1巡目で指名を受けた。11月20日に契約金9000万円、年俸1400万円で仮契約を結んだ。背番号は20。2021年は春季キャンプを1軍でスタートし、練習試合やオープン戦で登板するも、開幕1軍とはならなかった。イースタンリーグでは22試合の登板で2勝8敗、チーム最多の69回に、3を投げたものの被安打84、防御率 6.07 と打ち込まれ、また吉球43、暴投8と制球にも苦しんだ。一軍登板がないままイースタンリーグ終了後には、フェニックスリーグへ参加したが、10月16日の阪神戦では4回1、3を投げて、被安打17吉球4の内容で15失点と大炎上をしてしまった。ストレートの最速は、時速 155km、カットボールとスプリットが武器。大学4年の春季リーグ終了時点での通算、奪三振率は 13.09 をマークしている。入寮する際、野村克也の著書、小さな苔とドラセナコンシンネという観葉植物を持参。花言葉は、真実。上向きに伸びる葉が誠実さや実直さを表し、鋭く尖ることから、邪気や困難を突き抜け繁栄を願う意味があるという。ありがとうございます。